どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で、今回は、ちょっと始めたての方とかもいると思うので、改めて私もあんまり理解できてない、使いこなせてないんですけど、装備の付け替えとか、プリセット、あとチームの編成のプリセットとかあるんで、その辺を、紹介しながら皆さんと、やっていきたいと思います。で、まず装備の方ですね。バックから、装備の画面になると思うんですけど、まずこの下に3つアイコンがあるんですけど、この一番左は今つけてる装備をすべて外す。うん。で、あとは自動装着すると、勝手に装備がつくという感じになってます。で、2番目のこの左右に矢印が出てるやつは、別のキャラと装備を、入れ替えたいときですね、使います。で、例えばリナさんと装備を交換したいっていう場合は、こういう感じにして、で、交換したければこのまま確認でいいんですけど、一部だけ交換したい場合は、まあ一括解除して、交換したいところだけ、チェックボックス入れて、まあ交換すると。いう感じで、なかなかこの機能は使いやすいかなと思います。で、あと、もう一つですね、一番右ですね、一番右のアイコン。これが、装備プリセットリストっていうのがあるんですけど、ここに、今つけてる装備を、あらかじめ保存しておくことができます。で、ちょっと空いてるところ、ここで装備プリセット保存を押してもらうと、今ついてる、レイチェルさんに今ついてる装備が、保存されます。で、ここに名前変更ですね。名前変更で、まあ、名前を、自分の今、まあ、レイチェルさんだったらレイチェルさんで名前つけてもらって、適用と、いう感じにすると、今のレイチェルさんの装備がプリセットに保存されました。で、例えば、アリスさんに今のレイチェルさんがつけてた装備をつけたいということがあった時に、この一番右ですね。で、今一番さっき作ったこれですね。これを、装備プリセット装着って押してもらうと、これがアリスさんの方に装備できるという感じになってます。うん。で、最初にだから装備プリセット保存ですね。いろいろ作っておくと、まあ、例えば私いくつか作ってあるんですけど、例えばイアンさんの装備、まあ、こんな感じになってます。これをまあ装備すると、あとスペースがなかったちょっとスペースがないんでできないんですけど、ちょっと待ってよ、スペースがないわ。そういううち、これ拡張しちゃう？カバンルビー使っちゃうんですよね。うん、うん、装備プリセットは、まあ、唯一の弱点がこれですね。バックに溢れちゃう、装備が。うん。なんで、例えばさっきの、まあ、例えばイアンさんの装備をつけたかったら、このまま装備プリセット装着ですね。押してもらうと、もともと装備プリセットに保存されていた装備が、レイチェルさんにつくという感じになってます。うん。最初のうちはこれ結構使ってたんですけど、最近はあんまり使ってないです。で、次なんですけど、で、あと装備の付け替えで、まあ一番使いやすいなと思ってるのが、この一番右の上から4番目ぐらいにある装着状況ってやつですね。装着状況を押してもらうと、全キャラクターの装備状況がわかるようになってます。で、この左下にある編集モードですね。編集モードにチェックしてもらうと、決まった部位を、交換することができます。例えば、レイチェさんの武器と、テオさんの武器を入れ替えたかったら、テオさんの武器をクリック。そうすると、レイチェさんとテオさんの武器が入れ替わると。で、これで、まあ、保存すると、装備が入れ替わると。なんで、ここで必要な装備ですね。集めるというか、もう同じ似たような装備を集めたいっていうんであれば、ここでやっぱ見て探して、揃えると結構楽ですね。で、ソーシングの方もソーシングっていうところがあるんで、ここで
自分の付けたい装備ですねを付け替えると、例えばレイチェルさんに、もう一個節を付けたいよという感じで、でこれで保存すると、装備が反映されます。まあ、ざっくり装備の付け替えはこんな感じでやるといいと思います。まあ、これが一番装着状況が一番付け替えが分かりやすいかなと思います。うん。で、次なんですけど、次が、チーム編成のプリセットの方。で、ちょっと迷宮の方に行きたいと思うんですけど、で、まず、画面に入ります。で、そこで新規チームですね、まず。新規チームを作ります。で、新規チームは、まあ、ここから、まあ、カバンで、まあ、自分の付けたい装備ですね。まあ、さっきのこれを使ってもいいですし、こっから引っ張ってくるのもいいし、まあ、自力でこうやってもいいし、もともと、最初にこのさっきの装着状況で、まあ、ギラハンを今使おうとしてるんで、ギラハンの装備を、編集モードで、まあ、あらかじめ、まあ、選んでおくと、あらかじめここで作っておいて、新規チームのメンバーですねの装備をあらかじめ作っておいて、まあ装備された状態でこのチームを作ります。でこの画面に行ってお気に入り登録ですね、お気に入り登録で、これで、どこがいいかな、これ登録する場所がもうあんまないんですけど、てか全部使ってるんで、ここにしようかな。うん、ちょっと上書きになっちゃうんですけど、まあ、お気に入りのチームを登録します。で、名前ですね。名前って書きますね、とりあえず。うん。で、登録します。そうすると、お気に入りの方に登録されます。で、保存チームってやつですね。保存チームの方に登録されます。なんで、保存チームから、チーム編成をしてもらうと、さっき登録したこの名前っていうのが出てくるんで、まあ、いくつかいろんな編成を組んで、まあ、今作ったんでこれを確認すると、この編成が、組めるようになると。で、これのいいところが、一回この保存チーム、に登録されると、このチーム編成の方から装備を、編集モードを使うと装備を、簡単に変更することができる。これがすごい便利ですね。うん、今ある部位ごとに装備が出て装備を変更できるようになると。で保存、そうするとさっきの名前に登録されてた装備も全部変わっているという感じですね。だから、まずは、新規チームでまず、自分が使いたいキャラを編成すると。で、編成して、チーム編成に行ってお気に入りに登録。空いてるところに登録してもらって、ちょっと数が少ないんで足りないんですけど、空いてるところに登録してもらって、一回登録しちゃったら保存チームから引っ張ってきて、で、ここで編集モードで装備を付け替えるというのが、まあ、使い勝手がいいかなと思います。うん。で、この編成は全部4人レイドとかでも、できますね。うん。4人レイドとかも全部一緒ですね。うん。新規チームであらかじめ、なんだこれ、相当なっちゃった。うん。あらかじめ登録しといて、これでお気に入りに登録して、使うと。で、登録されたやつは保存チームに入ってるんで、こっから、引っ張ってくると。まあ、どこに行くかで、ちょっと名前をいろいろと私変えてるんですけど、まあ、例えば、エリクサーダンジョンだったらこの編成を使いますよ。ルーンダンジョンだったらこの編成を使いますよ。みたいな感じで、登録してあります。
で、これが、チームプリセットと呼ばれているおそらくものだと思います。で、あともう一つあるんですけど、曜日ダンジョンですね。曜日ダンジョンの方。で、曜日ダンジョンの方は、キャラ一体だけで参加するんですけど、ここもやっぱり同じやり方ですね。新規チームで、チーム編成。で、装備を、まあ、あらかじめつけといた方がいいですね、やっぱり。あらかじめつけといた状態で、お気に入りに登録ですね。で、名前をつけて、ここでにしておきますね。確認して、そうすると、この装備と、英雄ですね、の方が登録されます。で、マスタリーとかもここで登録できるようになってるんで、で、そしたら保存、保存チームですね。保存チームに今のコゼが登録されたんで、そして確認で呼び出すという感じになってます。で、まあ、例えば、まあ、アバランチだと、アバランチはちょっと作ってないかもしれないんで、どこに行こうかな。まあ、例えば女王の宮殿ですね。にマルチで参加しようと思うというときに、まあ、リザドリアに対しては、毒免疫のイアンだったり、制圧技要員のレイチェルとか使うと思うんですけど、で、ここでチーム編成を組んでると、レイチェルさんを使いたいときはレイチェル。で、イアンさんを使いたいときはイアンさんと。いう感じで、あらかじめこれ登録しておくと、すぐに参加できるという感じになりますね。うん。なんで、よく行くレイドとかで、必要なキャラをやっぱり登録しておくと、いいんじゃないかなと思います。で、あと、アリーナですね。アリーナの通常戦。で、通常戦も同じですね。新規チームから、あらかじめ、キャラを選んで、キャラに装備させた状態で、まあ、ここで、まあ、バックから装備を変えてもいいんですけど、やっぱさっきの装着状況一覧からもあらかじめ、やっぱある程度装備を揃え、付けた状態でやっておくといいと思います。で、お気に入りに登録ですね。お気に入りに登録して、チェンチェンいるんで、チェンパにしようかな。チェンパーティーにしましょうか。で、これでお気に入りに登録されたんで、保存チームですね。保存チームの方にお気に入りに登録してチーム入るんで、保存チームで、自分の使いたいパーティーを引っ張ってくると。今作ったのチェンパーティーなんで、チェンパーティーにしますね。うん。で、この装備とかを入れ替えたかったら編集モード。で、付け替えると。いう感じですね。うん。で、陣形とかもここクリックしてもらうと選べるんで。うん。というわけで、まあ、大体こんな感じだと思うんですけど、あとギルド戦もありましたね。ギルド戦は、ギルド戦も同じですね。うん。あ、ギルド戦はあれか、でも、チーム編成をして、うん、やっぱ登録しておいたやつを引っ張ってくる感じですね。うん。今私これ使いたいんで、防衛チームはこれにしておきます。うん。っていう感じですね。うん。というわけで、もしまだプリセットとか使われてない方いたら、ちょっと試してみてください。だいぶ楽にはなると思います。全然使ってなかった状態であれば。うん。というわけで、ちょっと短いんですけど、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。